一世のセッコリチュアヒメヒメです。今回ですね、本当に顔がむくんでんの。今日はただのそういう日、本当に気にしないでください。ということで本日はテスト1週間前の休日です。そう、土日のガチ弁ルーティンを取るなら2日前とかそういうのに撮ろうと思ったんだけど、来週の土日、1日前2日前が私撮影で東京にいないの、やばいでしょ。だから本当にちょっと今回はもう勝負ということでですね、本日は毎回恒例ひまひまのテスト前の本気ガチ弁ルーティンやっていきたいと思います。早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで今寝起きすぎて本当にひどいんですね。で今9時11分、結構ね、昨日寝たのが本当4時とかで、結構寝ないといけない状況だったんで結構寝ました。睡眠を惜しんでめっちゃ早く起きる受験勉強とはちょっと違って、定期テストはちゃんと睡眠取りながらっていう感じです。一旦じゃあ今日の予定表ね。 Today's plan こんな感じです。9時半からスタートで今もう9時12分で無理なんですね。朝ごはん食べなきゃいけないし、だから9時10時とかからかも始めるのはになっちゃうかもだけど、10時とかから始めていきます。はい、というわけで朝ごはん食べたいと思います。朝ごはんはじゃーん、ギリシャヨーグルトに冷凍マンゴーとベリーとバナナです。最近毎日ねこれ食べてるの、まあ、別にテスト期間だからこうっていう朝ごはんではないけど、普通にお気に入り。いただきます。おいしい。何動画撮ってる時にすごい音を立てるのはズー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 さ、ポタ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 、1分ぐらいさ我慢してよ。リアル感があっていい、そういう問題じゃない。うん、おいしい。はい、今、準備が全部終わりました。もうほんと勉強スタイルなので、日焼け止め塗ってスピンパウダー、パウダーで日焼け止めのテカリをなくして、あとはもうほんとストレートアイロンしただけ。オッケー、あとは着替えて勉強します。はい、では早速勉強始めます。現在10時15分。おかしいですよね、普通に9時半からのはずの科学。大丈夫です。私ここ3つクーラー開けてるんですよ、ここの分ですね。はい、で私は結構その夜になったら追い込むタイプなので大丈夫、長く見よう。焦ったらダメだからね、テスト勉強。9時半からの予定のやつを10時18分からにします。で、なるべく外の環境と同じように自分自身がだらけすぎないように時計つけて、で、私最近これで1時間測って1時間勉強してます。脳がここにあるからモチベが上がる。あと携帯見ないで済む。一旦科学からいきます。私はずっとタブレットにそう入れてんのよ。で、今日昼ごはんさっき私人生で2回目ぐらいの Uber Eats というものをお願いしてやってまして、 Uber Eats すごくない？ Uber Eats してます。イエーイ、初だよ、人生2回目だ。初と2回目結構違うから。よし。あ、ちなみに今日の友はレモン水、ただオーガニックレモンみたいなやつを水に入れたやつと、じゃーん、水って書いてながらもソイラテです。無調整豆乳半分とコーヒー半分、これで眠気覚ましね。じゃ、頑張ります。せーの、スタート。1時間、科学科学。はい、ということで今の時刻が11時半。なんか Uber Eats 来たりとかいろいろちょっと
とずつ、なんかほんと最近は勉強して10分休憩、1時間して10分休憩っていうよりは1時間の中でゆるく勉強してってる感じだから、あえてよし1時間終わった休憩ってやって、なんか10分のはずが20分休憩しちゃったりとか、そっちの方がなんか効率があんま良くないなって思い始めてきて、だから本当に最近は25分やってちょっと休憩して、25分やってちょっと休憩してみたいなスタイルの方が多いかも。そうで、科学やったんだけど、保健に行こうと思ったんだけど、ちょっと科学が全然終わんないから科学やります。ちょっと科学今集中できてるから、眠く、いつもなら眠くなるけど今日眠くならない日だから大丈夫、いける。だからちょっと科学やります。というわけでお昼ご飯でーす。本当は1時からのご飯の予定だったんだけど、科学がちょうど2時間勉強してキリがいい感じだったので、はい、お昼ご飯を食べます。今お昼ご飯食べておいた方が効率的にも、私効率のことしか考えてないからね。はい、というわけで、ウーバーイーツで頼んだの、やばい、今人生初サブウェイ、やばい、とゆで卵とキムチと長芋のおつまみが家にあったのでこれにした。いただきます。では長芋のおつまみ、うん、ほんと食事だけがさ楽しみじゃん、だから嬉しい。サブウェイ、やばい、人生初なんだけどサブウェイ。このパン実は毎日お店で焼いてるんです。え、そうなの、え、やばい、じゃん、チリチキンみたいなやつにした。ダイエットにいいって書いてあったから、まあ、ダイエットってパンだけどね。でも最高サブウェイ、いただきます。うん、思ったよりもパンがふわふわ、おいしい。まだチリチキンが来てない、全然辛くないじゃん、おいしすぎ。うーん、今サブウェイが食べ終わったんだけど、本当に美味しすぎて、本当に美味しすぎて、あと3つは食べれるんだけど韓国の方のゆで卵の食べ方やってみる。うん、合わないわけないよね、美味しい。ちょっと別でもいいかも、別がいいかも。うん、キムチの味しかしない、卵の味する、これ、まあ、また韓国でやるのと日本でやるのは違うんでしょうね。うんうん、今12時52分なんだけど、ご飯食べ終わって12時52分で13時からまた勉強を再開するので、それまでに次に飲むドリンクを作りたいと思います。なんと、じゃん、昨日これを買ったの、やばくない？ねえ、キャラメルマキアートだって。これを飲みます。キャラメルマキアートですから、ここに入れます。え、キャラメルマキアート、お、すごい、え、めっちゃキャラメルの匂いする、やばい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 、入れます、せーの、あ、やばい、めっちゃこぼれためっちゃこぼれた、こんな狭いとこでやるからだよね。できました、キャラメルマキアート、いただきます。え、おいしい、アホニューワー、 I just remember when you、 やべ、57分。この私細かい干し芋が好きで、これ勉強のお供に昨日買った。え、美味しすぎ、これ飲みながら勉強頑張ろう、なんか食べたい。もうダメだよね、テスト期間ってほんとバク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 食べちゃう。このちっこいチーズケーキ食べていいかな、取っちゃう、まあいいよね、よし、これでいこう、勉強頑張ろう。よし、ではチーズケーキ、あー、やばいやばい、待って、あと何分で勉強、あ、あと2分、
大阪のお土産なんですけど、私もう大阪のお土産で一番好きなの、あ、まあ1位か2位ぐらい。いただきます。うん、はい、これ勉強頑張れますでは30分休憩しても今のちょうど1時でしょ。逆さだけど分かりましたか。じゃあ1時から始めます。保健体育だね。範囲表、はい、今ね、私なんと2時から2時半まで寝てました。爆睡。でも夢めっちゃ見せてよ、こうやって。なんか保健やってたら眠すぎて、これ睡魔に負けるわと思って寝た。でも寝たら意外とスッキリしたかもしれない。コンビニとか行こうかなって感じしてきた。だって今日一回も外れてないんだよ。え、コンビニ行こう、今コンビニ行こう。帰ってきたよなんでこういう時で行動力早いんだろう。じゃん、糖類ゼロ、砂糖ゼロのゼロチョコレートとピノこれ朝で食べようと思って。牛乳って結構やばくない？カロリーがね、結構やばいね。まあいいよ、牛乳カフェラテ作ろうと思って。牛乳なんかいつもは無調整豆乳なんだけど、無調整豆乳がほんと飲み終わっちゃってやばいから牛乳にします。それではですね、では作ったカフェオレ、これほんとに美味しいんだ。牛乳とコーヒーのみ。ではこれをいただきます。もうこういう細かいのでもハサミで開ける丁寧女子になるんだから。ちなみにさっき干し芋めっちゃ食べた、今めっちゃね。テスト期間は食べないってやってらんないから、食べることしか頭にないから。いただきます。大優勝。結構休憩しちゃったんで2時55分もう一回保健やります。で、眠くなった瞬間数学に移る。切り替え大事。数学はね、ほんと眠くならないから。手動かすからね。でもその前に暗記するね。え、チョコ美味しい。頑張れる。ほんとに、勉強すると顔むくむのね。ちょっとに今顔やばくてむくんできた。本当にやばい。ちょっと待って、メモリーカードがゼロになっちゃったからデータ消すね。ちょっと、はい、今数学が終わって、数学1時間半ぐらいやってたのかな。どうなんだろう、数学ね、どんぐらいやってた私。1時間ちょっとやってたかも。今計算してますからね。言い方本当に嫌だ、計算してますからね。なんかテスト期間ってコーヒー飲みすぎて普通にカフェインでテンションおかしくなるんですね普通やばいよね、コーヒーでテンションおかしくなると結構やばいよね。そうで、まあおかしいんですよ。とにかくそんなことは置いといて、今数学が終わって次古典をねやろうかなと思っていたところなんだけど、ママから LINE が来て、ママとは今日なんかねどっか行ってんのね。でアロペノちゃんのお散歩に行ってくれないかと、はい、来まして。まあいいんだけど今日ガチ勉の日なのよってことで、後で散歩に行きます。私はちょっとしたらアロペノの散歩に行くから、それまで本気で古典勉強するね。ちなみにここにね入れてるんですよ全部。だから私はこのタブレットに入れることで撮影現場とかにもいつもこれ持ってくし、だからほんと便利。飲み終わった。
はね、古典覚えた。今の時刻が。マネージャーさんからの連絡でした。5時45分でしょ。で、私何分間やってたんだろう、今。45分間ぐらいやってたの。ママにさっき LINE した時間からでいいか。何分間ぐらいやってたんだろう。40分だな、40分。今、1、2、3、4、5時間しかしてないわ。とりあえず、OK。本当はもうちょい古典やりたいけど、ちょっと古典は、今、自分のノートに書いた板書は全部覚えたので、大体。ワークを次回やればいいから、ワーク。このネクストで、ちょっとめっちゃ字汚いよ。超適当メモだから。やることをちゃんと、次にやることを忘れずに書いた方がいいね。って、私は思ってます。一回、OK。3つ終わったから。古典終わったし、アルピノちゃんの散歩に行きます。いや、もうほんとドスッピンすぎるんだけど、お散歩に行ってきます。はい、帰ってきました。ただいま。今の時刻がもう7時だよ。で、ママがアルピノちゃんにご飯まであげてくださいと、連絡が来たのであげます。あんたね、さっきからわわ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 、しいよ。パパ。これさ、ガチ弁ルーティンだよね。まあ、まだ1週間前だからって感じだけど、結構これやばいんですからね、この土日頑張んないと。だから私はもう後で本気出す。夜から本気出するタイプだから。ちょっと待って、時間がやばい。いつもどんぐらい入れてもらってるの？はい、皆さん、なんとですね、現在の時刻、9時47分です。私はあの後、アルピナちゃんにご飯をあげて、多分そこから時が止まってるでしょ、みんな。家族でご飯に行ってまして、現在の時刻がこんな時間になってしまいました。やばい！結構やばいの、かっこいいちやばいよね。まあまあまあ大丈夫大丈夫。で、なんでこんなに焦ってないかというと、今日夜めっちゃ本気で勉強するのよ、ちなみに。だから本気で勉強するから大丈夫っていう理論です。で、今9時47分で多分お風呂上がっても11時とかになっちゃうから、もう11時から3時まで勉強するの。そうすれば8時間勉強したくなるし大丈夫ってことで、お風呂入ってきます。はい、お風呂から上がりました。あのさ、なんでお風呂入ると顔ってむくむんだろう。やばくない？ちょっと今本当にお風呂入ると顔むくむんだよね。多分水の見すぎなのかな、ね、水でむくんでる気がする。わかんないけど、ちょっとやばいよね。笑い方の問題かな。今から勉強始めていきます。現在の時刻が11時21分。さっき11時って言ってたよね。そんなもんなんです。焦るな焦るな、自分に言い聞かせてます。ってことで11時25分からかなにしよう。あとやりたい教科は1、2、3、4、4教科かな。いけるいける、今日5時まで起きてる予定なんで今から本気で追い込んでいきます。本当にごめんなさい。本当に私が飲みすぎなのは分かってる。牛乳多めのカフェラテです。このテスト期間だけ私がこんなにカフェインを取ってしまうのは。本当に体に悪いのは分かってますけど、美味しすぎるっていうのと、あと目を覚まさないと。まあそっちが主な理由です。お風呂上がりだとしても時計は絶対欠かせない。じゃあ、やりますか。頑張っていこう。私の一番可愛いところに気づいてる。本当にビビるんだけど。本当にビビる。眠い。やばい。
眠いの。これもらえないんだけど。すっごく眠い。ちょっとなんで私は禁断の手を使って友達と電話をします。12時43分、頑張ります。はい、というわけで皆さんなんとですね、時間が朝の9時51分です。そんなに勉強してたのかって思ったそこの皆さん違います。さすがに寝落ち。でも、昨日なんだけど、結構勉強してたのよ。12時ぐらいから、寝ないで3時ぐらいまでかな。勉強してて、そう、結構頑張って勉強したのね。勉強結果なんですけれども、まず12時までが私5時間勉強してて、そっから3時間だったんで、結局、8時間半でーす。結構いいんじゃない？まあ。なんか結構受験勉強の時は10時間とかやってたけど、定期テストの割には8時間半いい感じだと思います。で今日は、もうまた9時50分ということで、昨日と同じスタートを切ったわけなので、今日も勉強頑張りたいと思います。ということで本日は、ひまひまのガチ勉1週間前のルーティーンでした。みんな勉強一緒に頑張ろうね。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。今日も頑張る。チュールチュールチャオチュール。